ありがとうございます。地元の。はい。やった。よし。厚みがあっていいですね。もうな長いんですか。あ、十年。吉井川の上の方でなんかやられてるの見て、多分そうだと思うんですけど、うん、気まぐれでな、あもうな長いんですか。10年。あ、10年。そんなに多いんですね、キャンプ場というか予約されてる方。ああ、それはもう無料の人に。ああ、そうなんですか。うちは入れて、うちは入れて、おいしいシャワーもある。ああ、すごいですね。なんか結構、あ、できましたか。すいません、またごめんなさい。あ、地元の葉っぱもだから今日葉っぱが特別。あ、すいません、ありがとうございます。地元の、はい、やった。地元の葉っぱだ。チャーシュー、厚みがあっていいですね。これですよ。いやいや、まあ、申し訳ないです、はい、でも自分がよう、あの、おじさんの話を聞きかけられたな。偉いな、若いのに。いや、結構ね、僕も情報っていうか好きなんで、うん、だからやっぱいろいろ行くんですけど、その現地の、その方の話を聞いて、ここ、はい。結構まあ、話が好きなんで。ちなみに、あれ、あなたのタイプの場合は、今日から2時間お話しするよ。あ、そうでした。ここでやられることって多いんですか？たまにですよね。2年ぶりかな？あ、2年ぶりなんですか。そこを工事しようとから去年はできやんだよ。あ、大工事やったからな。あ、うん、若い子に向けてのこの激辛スパイス。うん。
は田舎に中すげえ車通るの。そうです。なんか結構。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。だけ1時間以上話してくれたりや、そうだったら楽しいかな。楽しいですか。慣れてしまって。ここはテレビが見えんし、ラジオが聞けんしな。怪物だからや。はい。そういうところに限って商売すること多いから。あ、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、車中ラーメンということで、まあ、これもたまたまね、その、廃村を探しているときに、見つけたという、ラーメン屋さんなんですけども、結構こうね、河川敷とか、まあ、その休憩スペースの場所にあったり、するのかなと思います。はい、もうこのラーメン、車中ラーメン始めて10年ぐらいになるんですけど、やはりこの、店主の方、結構ね、地元との絡みが楽しいということです。で、以前はね、そのラーメンの店舗をね、やってたということなんですけど、やはりなんかいろいろと大変だということでね、やっぱ切り盛りするということで、なんかそのいろんな場所移動して、ラーメン作る、車中ラーメンを始めたということです。まあ、このラーメンなんですけども、もうほんと見た目そのまんま、あっさりした塩ラーメンということですね。で、まあその内部も結構ね、名刺がすっごい貼ってあったりとか、かなりディープスポットかなと思うのと、またこのおっちゃんのね、トークがね、意外と、なんだろう、謎が多いというか、深いんですよね。はい。というわけで、タイミングが良ければ、皆さんもぜひ、行ってみてください。今日はこんな感じになりましたけど、まだまだ、どんどん面白い場所を、上げていこうかなと思います。それでは、またよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。